はい、こんにちは、僕です。ベンジェンス続きをやっていきましょう。次はね、また東京に帰るみたいなんですけれども、まあ、一通りこのね、新宿ダートをうろうろしていて、まあ、今取れるアイテムとかは一通り獲得できたと思うんですよね。まあ、ちょっとね、取り方がわからない秘密とかも残ってるんですけど、まあ、一旦置いといて、サイドクエストがね、いくつかありましたので、まずはね、今回そちらをやっていきたいと思いますね。ここにね、おにゃんこぽんがいるんだ。6号殿、お久しぶりじゃな。お主、今ちょっと時間ある？実はまだバカ息子、アナウンシがやらかしよった。わしの持つ黄金の椅子を盗んで姿をくらましたのじゃ。あれは、我らが守護する、アシャンティの民の魂が宿る神聖な品。一刻も早く取り返さねばならぬが、今のわしでは奴に歯が立たぬ。何せ椅子に集められた魂は、わしやアナンシにとっては力の源でもあるのじゃ。椅子がないとわし、節々が痛くて一歩も動けん。のは、わしの代わりに、息子から黄金の椅子を取り戻してくれんかの。受注しましょう。にゃほほ、お主ならば、そう言ってくれぬと思ったわい。アナンシは、ベテルンを後ろ盾に、より広い信仰を集めようとしとれ。椅子を奪ったのも、きっとベテル入りに利用するためじゃろう。しかし、神にとって、信仰を得ることが全てなんかの。人の心に来るのみが、神のあり方ではない。人がわしらを忘れれば、神も精霊も、空に帰るだけよ。そして風となり水となり、この宇宙に漂い続ける。あやつは物語にしがみつくあまり、そんな本来の姿を見失ったのだ。新宿三丁目に向かい、椅子を取り返しておくれ。そこどうやって行くんだ？あ、それ右上からぐるっと回っていくのかな？なんか今はまだ行けない気がしますね、これね。そしたらね、このマッドガスターの依頼もちょっとやっていきましょうか。これを集めなきゃいけないんだけど。チンを倒すとたくさんもらえるらしいんだよね。最低ノルマ10個。やってみましょうか。すぐに始める。これじゃあ道具を貸してやれ。つぼみは空気に触れるとダメになっちまうからな。検体採取容器を手に入れた。ふぅ。そんなすぐ見つかる感じかな。それじゃあ頑張ってこいよ。一応マップには表示されてますね。これがそうか。チンだよ。ちっちゃいチンだね。ちっちゃいチンがいるな。たくさん出てくるのか。ちょ、満月になる前に、あれ、チンの弱点ってなんだっけ？適当に殴ってみるけど、思い出せないな。あ、アギ弱点か。アギ弱点か。ムドは？あ、ムド効かないのね。なるべく一旦で片付けたいところだけど、片付きませんね、これは。リフューラー。一旦で、月齢って進む？あ、進まないのか。あれ、戦闘中は、月齢って進まないのかな。あんまり意識したことなかったですけど、どうなんですかね。あ、たくさん出てきたよ。あ、罰ボタン押さないと拾わないんだ。だからこれ、チンを2体倒せば、揃うんだね。つぼみの周りに、チンがいたりじゃないかな。いや、そこら中に落ちてるな。このびっくりマークは、あ、このびっくりマークはチンの場所を示してるんだ。なるほど。いや、じゃあもうサクサク倒していきましょうか。ああ、そうだ。新しいね、仮面を手に入れましたので、仲間もね、アイテムを使えるようになったんですよ。なので、火炎の消費石も使っていきましょうか。忘れてました。ちょっと、録画外でね、確認していた間が使うね、一つ撃破していました。22個溜まったから、これで終わりにしちゃってもいいかな。なんか、たくさん拾えば、またいい報酬がもらえそうだけど、そんなに期待できないんじゃないかな。ああ、最近のやつは、どいつもこいつも使えねえ。まだ、ダメかな？報告できない？つぼみを集めたと報告。もう終わった？
マジで？じゃなくて、大予想通りだな。それじゃあ成果の確認だ。うん、返した。何がもらえるかな？50個が最大なのか。22個だ。目標は達成したようだな。最初はどうなることかと思ったけど、てめえ結構見込みがあるな。アムリドシャワーか。結構ありがたいな。レベルが上がりましたね。経験値結構もらえるんですね。初勤務のお祝いに先輩からのサービスだ。あ、円の子をもらえるの？マニュアルによれば、ノルマを上回る成果を上げたやつには追加報酬が出る。15個以上のつぼみを納品したやつはズバリ銀賞だ。あ、さらに運の子が3個。まだまだあるぞ。20個以上、最高ランクの金賞？これ以上はないのかな？おめでとう。お前の多大なる貢献が会社に認められた。会社？お前は今日からマッドクリーンエナジー社の正社員だ。報酬はなくなるが、より一層のやりがい、感謝、絆に恵まれるぞ。今後とも労働よろしく。あ、もう報酬はいただけないんだ、これ以上。一応最大までもらえたのかな。そしたらね、今片付けられるクエストはそんなとこのかな。そうしましたら東京に戻りましょうか。何があったのかな？東京で。よ！太宰がいる。お前ら戻ってきたんだな。太宰くん、混沌の悪魔との戦いに参加していたんじゃ？ああ、俺結構頑張ってるんだぜ。アブディエル様にも褒められてさ。ただ、今混沌軍の炎の巨人にちょっと足止めされててさ、天使たちが作戦を練ってるところなんだ。ああ、するとね。そしたら、ちょうどこっちで問題が起きてるみたいだから手伝いに来たんだよ。ね。なんか随分余裕だね。その問題とは？それは、あ、悪い。詳しいことは長官に聞いてくれるか。アツタが外で待ってるんだ。今のアツタを一人にできないからさ。え、何があったの？どうなっているの？アツタ君に何かあったの？待って。考えるよりも聞いた方が早い。会議室に向かいましょう。いや、何かって間違いなく、宮津絡みじゃないの？あ、そうだ、あとね、この子。このクエストもね、完了できますね。もしや本当に失言をなかったことにできるようになったのか。早速試そう。すごく失礼なことを言ってみてくれ。友達としては素敵。ふわ、傷口をえぐるのはやめてくれ。カムイ出現改変を発動した。あれ？今なんか失礼なことを言われたような。でも全然思い出せないぞ。おー、すげえ。これが神様の力か。これでいいのか。チャクラ混合丹ってなんだ。何それ。よしよし、この力で早速なかったことにしてほしい発言があってだな。え、君以外の発言には使えない。そっか、そうだよな。そんな都合のいい話あるわけないよな。この前学生時代の友達と話してたんだ。そいつ今は天文学者でね、楽しそうに星のことを聞かせてくるんだよ。星は俺たちが死んだ後も輝き続けるんだぞ。感動するだろう、なんて。それ聞いてたらなんだかムカついちゃってさ。だって俺たちは知ってるんだ。この宇宙は神だの悪魔だのって奴らの思惑で動いてるってこと。そんな事実と向き合いながら毎日働く。それって気が狂いそうになるだろ？だからついさ。でも、あいつの顔を見て、自分がどんなにひどいことを言ったか分かった。すぐに後悔したよ。あんな発言、なかったことにしたいって。自分、傷つけた事実は消えない。厳しいな。ごもっともです。あの時俺は、確かにあいつを傷つけてやりたいと思ってた。俺がそんな風に思っているうちは、神頼みしたってしょうがないよな。さすが神様って感じの助言だよ。ありがとう。俺あいつと話してみる。よかったね。いや君か。あの時は相談に乗ってくれてありがとう。ところでカムイはイオコンに使ってるかい？君に出現改変を見せてもらってから、俺もちょっとはカムイに詳しくなったのさ。ミーツを集めるのって大変らしいからね。何を習得するか悩ましい。そうだろ？まずは波動みたいな、戦闘中に役立つ効果を覚えていくのが俺のおすすめ。その辺のアドバイスはいらないな。マハギハラシステムの
剣、剣以外のタンクだけど、そちらで作られるのが統制型、内戦型の2種類の心臓魔人よ。私がここに勤めるようになってからは、英雄型の青髪しか知らないけど、内戦型も現在1体のみ稼働中とか、え？あれ？それって、小清水長官のこと？でも一番強力な力を持つとされる、統制型は活動停止中らしいわ。英雄型と内戦型に比べ、製造には特殊な条件が必要とのことで謎に包まれてるの。あなたというナホビノと統制型がいれば、この状況を絶対的勝利に導けると思うのだけど残念ね。つまるところ、あなたの存在が現状を打破する鍵であることに違いはない。私たち研究員は全力を挙げてあなたをサポートするわ。これからもよろしくね。今一緒にいる青髪は英雄型の青髪らしいんですよね。それ以外に2種類の青髪が存在するらしいんだけど、今の感じ、小清水長官も青髪なんですかね。そういえば、この間また八雲という男に侵入された。カディシュテに関する調査データが目的だったらしい。理由はわからないが、彼は今ベテルよりもそちらに関心を持っているようだ。何か彼が情報を握っているのなら協力もできそうなものだが。アブディエル様の指揮のもと、ベテルの本体は混沌軍との全面衝突に入ったようね。戦いが行われている千代田区方面のダートは危険だから任務以外では侵入禁止よ。戦況は概ねベテルの優勢。今は炎の巨人相手に苦戦しているようだけど、あの大天使、偉そうにしているだけかと思ったけど、言うだけのことはあるみたいね。あれ、なんか悪魔会議みたいなのありましたよね。あれはないんですね、こちらでは。各支部の悪魔が一堂に会するみたいな。長官、何があったんですか？聖女と君たちか。よく戻ってくれ。聖女と君たちか。残念な事件が起こった。アツタミヤズが病院からさらわれたのだ。さらわれた。院内の監視カメラに残った映像で、犯人はベテルエジプト支部のコンスだと判明している。あ、バレてるんだ。大丈夫。ミヤズちゃんの無事は感じられる。でも、どうしてエジプト支部がミヤズちゃんを？推測になるが、ナホビノを目指すためだろう。ナホビノを目指す、彼のように。君たちも知っておいた方がいいが、かつて善悪の知恵と永遠の命を合わせ持つ神々をナホビノと呼んだ。しかし創造主の命によりナホビノは知恵を奪われ悪魔へと貶められた。創造主は奪った知恵を天の楽園にある木の実に封じた。だがその知恵を封じた身を蛇にそそのかされた人々が口にしてしまった。知恵は人の魂に融合し、その子子孫孫へと受け継がれたと聞く。知恵を奪われ悪魔となった者たちは己の知恵、すなわち人の魂を求め続けている。だが神はそれを許してはいない。知恵を持つ者、すなわちナホビノは神の秩序を覆す可能性を持つからだ。では彼の存在も許さないと。それにコンスも。コンスの意図は不明だ。だがさらった本人に直接聞けば判明する。彼女の奪還は日本支部にとっても重要な事柄と判断した。君たちは熱田譲ると協力して熱田宮津を救出してもらいたい。ユスル君はどこにいるんですか？彼はひどく落ち込んだため太宰君と共に寮に戻っている。君が戻ったことは連絡してある。寮に戻って話をしてみてほしい。あの長官、カディシュトゥを追っている際一つ気になったことがあります。長官はヤクモ将兵という人物をご存知でしょうか？ああ、ベテルの関連施設がたびたびその男の襲撃にあっている。彼がどうかしたのかね？彼はベテルに敵意を持っているようでした。ですが、
私たちに攻撃することはなく、むしろ手助けをしてくれたんです。彼はただベテルの妨害をしているのではなく、何か意図があるのではないでしょうか。分かった。聖女がそう言うのならこちらで調べさせておこう。ありがとうございます。君たちの不安は理解できる。だが今は熱田宮津救出に集中してほしい。エジプト支部はベテル内でも謎が多い。些細なほころびが命取りになる危険もあるのだ。熱田宮津救出任務。じゃあエジプトに行ける？塩化は置いといて、エジプト支部の問題が先決だ。じゃあ寮に向かいますか。コンスがさらった譲る違うな、宮津は何だろう、ナホビノになれるのかな、本作では。さすがにそうはならないんですかね。どうなるのかな。間違えちゃった、戻ってきちゃった。そうだ、忘れてたんですけど、ちょっとこれもやってみましょうか。音速の貴婦人準備万端だ。さすが若者。じゃあここでしばらく待ってて。これあれだよね、何ババアだっけ、ターボババア。ひーひー、待ってる間にランニングなんかするんじゃなかった。そろそろ音速の貴婦人がここを通る。風を切って轟音が近づいてくる。少年来るぞ。これがそうなの。うひゃははははは、は気持ちいいの。なんか想像してたのと違う。とにかく急いであいつを追ってくれ。追わなきゃいけないの。どこに行った。これ追いつけなくない？スピードが同じなんだけど。この辺にいれば捕まえられるんじゃないかな。ほら来た。戦うのかな。なんじゃてめえ、邪魔じゃ。マグロとターボばあちゃんは止まったら死ぬんじゃ。早い。なるほど、音速の貴婦人の正体はターボばあちゃんだったようだな。少年追跡しよう。追跡全力で追いかけなきゃだよ。また追いかけなきゃいけないの。ここにいれば来るんじゃないのかな。そうはうまくいかないのかな。あれ、待ってても来ませんね。いや、いた。あそこに。早い。ちょっとルートが変わった。間違えちゃった。品川駅入っちゃった。この辺にいれば来る。オッケー。事故ったらどうするんじゃ。わしはゴールド免許なんじゃ。写真を撮らせてほしい。写真は止まって撮るもんじゃろうが、わしは止まらないんじゃ。シャッタースピードを上げないと。少年、これではターボばあちゃんの写真が撮影できない。力ずくで止めるしかないだろう。止められるのか。あれどこ行った。あっち側行った。さらに加速してる気がするんだけど、めちゃくちゃ速くないですか。ああ、いけた。てめえ、煽り運転は許さんぞ。ドライビングマナー叩き込んじゃれ。時事ネタを突っ込んでくるな。アボばあちゃん強いのかな。レベルいくつですかね。レベル22か。それなら苦戦せずに勝てそうな気がするな。一応弱点確認して。浜弱点なのか。いや、硬いな。ハマ持ってないんだよな。ハマ持ちの悪魔はここにはいないですね。トンボ蹴りして、ペペ島がハマを使えるんでね。いや、レベルは低いけど硬いな。ブフーラ。一旦終わっちゃった。プレスターン3つも持ってるよ。ウィンドブレス。機敏に動くな。いや、でももう半分削れてるからね。無理に弱点狙わなくても勝てそうな気がするな、これは。ほら。もう1、2発で倒せるね。OK。速さの霊光。
ターボバンちゃんの写真を撮った。わしが抜かれるじゃと。悔しい。超物、息の根を止めたの。ターボばあちゃんの合体解禁、ゲドウなんだ。ゲドウなんですね。ひえ、あまりの速さにびっくりして、走ってないのに息切れが止まんね。音速の求人の写真は撮れたかな、うん、見せた。インスタントカメラ、この人記者だったな。おお、これ、もやっとしたただのばあさんじゃね。まあ、こいつでどうにかするか。君にはいっぱい走らせちゃったから、お礼はちゃんとするよ。何くれる速さの子。霊光が欲しいんだけどな、どちらかというと。この写真をちょっと加工すれば、編集長には OK もらえるはず。それじゃあね、本当ありがとね。一つ片付きましたね。もう一つね、ここにサイドクエストあるんだけど、まあ、ちょっとそれはまた思いをやりますか。そろそろね、この花咲夜姫も、捕まえる、倒しに行けるんじゃないかと思ってるんですけど。おい、戻ってるんだろ。あ、二人とも来た。かつての妹がさらわれただろう。それですっかり落ち込んでるみたいでさ。また宮津がさらわれたんだ。必ず守ると誓ったのに。元気出せよ。前も無事だったんだ。今度もきっと助けられるって。俺たちもいるし、あん時みたいに。相手は悪魔だぞ。あまり調子に乗るとお前も殺されるぞ。悪かったよ、気軽なことを言って。めちゃくちゃ肌白いな。でも俺なりにお前を励まそうと。諦めるのはまだ早い。ついてくるのかな。何そこで終わっちゃうの。フェードアウトしちゃうの。どうなるんだ。なんで文庫本を持ってるの、主人公は。ほらな、こいつだってそう言ってるだろ。君はまだ間に合うと、宮津を救えると思っているのか。俺だってそう思ってる。だからさ、俺たちで助けに行こうぜ。なんか絆を感じるな。無印にはなかったよ。ありがとう。そして悪かったな、太宰。いや、なんか優等生も同じ人間だなって感じてちょっと嬉しかった。もう優等生なんて呼ぶんじゃない。僕たちは友達だ。譲るでいいよ。おう、分かったよ、ゆずる。お前も一郎って呼んでいいぜ。みんな、今連絡が入って、宮津ちゃんの居場所が判明したわ。助けに行くなら早い方がいい。二人とも協力してくれるのか。ありがとう。じゃあ行こう。人の部屋のターミナルで行くの。少年、私は人造魔人であり、作られた存在だ。だが兄弟や肉親という知識はある。うん。故に肉親をさらわれた熱田譲るの苦悩も理解できているつもりだ。人であれば誰もが同じように苦しむのだろう。私にはない心というものが働くゆえに、無駄話が過ぎたようだ。少年、彼らの苦しみを救うため
エジプト支部へ向かうとしよう。うん、エジプト支部ってどこにありましたっけ？エジプト前線支部が竜目あたりの行き先に登録されました。あ、エズル、みんな仲間に加わるんだ。うん、ここにミアズが。あれ、お台場じゃなかったっけ、ここ。確かお台場まで飛んでこれるのか。待って、ユズルと一郎が加わる。あ、みんな入ったってこと？みんないるね。ヨーコとタオもいるし、なんか大所帯になってきましたね。なんかここに入られても困るんだけどな。せっかくだから連れて行きますか。警戒のフホホイっていうことは、チロンヌプを持ってるのかな、一郎は。急所分析。自身の物理攻撃の、命中とクリティカルが上がる。で、ちょっと待って、ついでなんで確認したいんですけど、できればこの花咲や姫をね、作りたいな。作るのか、仲間になるのか、ちょっとわかんないんですけど、まあ、合体解禁したいなと思ってるんだけど、若干レベル高いですね、まだ。この辺はまだね、クリアできそうな感じではないな。よし、じゃあ、エジプト支部にやってきたんだけど、これまっすぐ行っちゃっていいかな。あ、ダメなんだ。引き返せないんだ。コンスのところに行く感じなのか、これは。あ、イシスが出てきた。待ちなさい。私はエジプト支部のイシス。あなたたちは何者ですか？おい。僕は熱田譲る。ここに妹がいるはずだ。連れ帰らせてもらう。そう、あなたが。でもそれは不可能なこと。彼女は自分の意志でここに留まっている。なんだと？おい！ゆずる、惑わされるな。悪魔の言葉に真に受ける必要はない。一郎。やる気満々じゃん。そうだな。僕はまた悪魔に騙されるところだった。ありがとう。間違えそうになっている友達を止めてやるのも友情だろ。さあ、そこをどけ。極悪非道の悪魔ども。俺たち正義のヒーローが悪魔相手になるぜ。なんて野蛮な。戦うの？イシスと。ラミアはいいとして、イシスの弱点ってなんだっけな。ラミアはブフ弱点でしたよね。ラミア覚えてる。それがしを見よ。どうしようかな。ブフーラが使えるのか。ブフは持ってないか、君は。とりあえず消費石で様子を見ますか。イシスはさすがに弱点じゃないか。いや、硬いな、それにしても。ただのラミアなのにレベル44だからね。あ、待って、ペペ島いつの間にかレベル46じゃん。この花咲や姫もいけるんじゃないのか、もしかして。待って、何かないかな。敵単体に、弾威力の物理属性攻撃。ぐるんぐるん回ってましたけど。あとはね、何がいいかな。味方全体の防御力命中回避。あ、これ入れときますか。警戒の不法意。チロ。あとは、サマーソルトかな。防御力を下げる。全然削れませんでしたけど。痛いな。マハタレンだ。攻撃力を下げられる。うん、とりあえずラミア一体倒して。いや、全然削れてないもんな。しんどいな。髪洗いとかやりますか。とブフーラ、どっちの方が強いのかな。絶先行残滅画の方が強いかな。早太郎。うん、そんでもう一回警戒の符を入れときますか。よくよく考えたら今ここに回復する仲間が一人もいないんですよね。それは困る。ザンマ痛いな。マハタレンダ、あ、マガツヒンを貯めてくる。
回復しないとまずいんだけど、誰も回復持ってないもんね。日輪の光は味方単体だもんな。太宰と譲る両方出したのは失敗でしたね。んで一旦ガードして敵の魔月姫に備えましょう。ジオンガか、痛いな。ラクン騙してくんの。いや、これはおとなしく、ちょっともう会心使っていけますか。で、神洗い。イシスの弱点がね、わかんないんですよね。とりあえずラミア倒して、ハマかムードどっちか効かないと思うんだよな。ザンマを使ってくるってことはジオンは効くかな。いや、カゲロウシュート。カゲロウシュートは専用スキル。レジスト。銀河劣勢剣。これ前段クリティカルだと結構強いですよね。いや、でも全然削れてませんけど。いや、ちょっとジオンが、とどろき雷。違う、これなんだっけ、陣雷。号雷か。使いましょうか。しばらくね、ペペ島のスキルも、あ、やべ、ブロックだった。いや、しばらくペペ島のスキル更新してないんだけど、そろそろなんか強いスキル出てこないかな。あと何がある？ザンは絶対効かないでしょ。ムドかな？毒ガスブレスとか効かないですかね。バジリスクとか。毒効きましたね。ザンマ。またマガツヒダメできやがった。まずいぞ。弱点がわかんないんだよな。多分ムード弱点だと思うので、呪殺の筆跡を使ってみますか。ほら。ああ、持ってない。陽子がいてくれたらな。誰も呪殺系持ってないもんな。で、トンボ蹴りして、一旦ガードか、耐えられるかな。ジオンが、ああ、ナイスだ。いいぞ。このまま押し切りたいな。ちょっと自殺の秘跡がなくなってしまうな。もったいないな。まあ、最後、銀河劣勢剣で倒しましょう。倒せました。自殺の秘跡2個だけ返してくれた。落ち着いて。私にもコンスにも、ミヤズちゃんを傷つける意思はないわ。喋った。僕はもう、悪魔の声には騙されない。ミヤズをさらうような悪魔を許すことはない。ミヤズちゃんはこの先にいるわ。信用できないなら、その目で確かめて。ああ、よかった。息の根を何か落としていきましたね。アツタの妹ミヤズの身は安全なようだ。最悪の事態は回避できた。いや、まあ害することはないでしょ。コンスなんだからさ。だが、彼女を傷つけることはないとしても。ああ、まあ確かに。統一し、ナホビノに戻るということはあり得るだ。どうなのかな。ここで思案しているより、まずは直接確かめよう。ん、何が落ちてる？死亡親族の護符。護符か。とりあえず回復してから行けますか。んで、ちょっとパーティーメンバー戻しましょうか。ちょっとさすがにしんどいな。陽子がいてくれた方がやっぱり助かるな。このメンツで行きますか。もうこの二人の出番は終わりかな。じゃあ奥に向かっていきますが、この先から強力な悪魔の気配を感知。コンスと戦うのかな？であれば、ちょっと一旦今回はこの辺で終わりにして、続きはまた次回やっていきたいと思います。おそらくね、次回コンスと戦うことになるのかな？まさかここで合一してナホビノになるってことはないんじゃないかと思うんですけど、どうなりますかね？
はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた。